はい、皆さんこんにちは、ペソでございます。栄冠は君に、準々決勝、大阪大会準々決勝ですね。続きやっていきましょう。栗山くんがね、ちょっと慣れてないせいか出たり出なかったりですね。アイザークの方がよう打ってるね、やっぱり4割5分あるんで。おー、これは大きい、これは大きいよ。おー、入った。宇宙間へのホームラン。福森くん初球ってどん詰まり。あ、江本くんもやっと態度4割乗せましたね。あー、これはどん詰まり。ただしホームランで再びリード。あとは三岡くんきっちり抑えてくれればなんですけどね。まあ下位打線はね、安心して見れるんで。何番からだっけ。そうですね、7番ですね。まああと8番9番はなんとかっていうところか。2試合にはなりますよね。はい、ナイス三振。5回の裏きっちり抑えてくれましたね。さあ追加点といきたいな。誰からだっけ、安田くんだっけ。おう、おっしゃー。あ、武藤くん続きましょう。おう、送らんでええからね。あー、これは打ち上げちゃった。アウ。キャプテンね、キャプテンも2割5分なんですよね。おう、もうちょっとね、数字上げるパラメーターを持っとるんですけどね。頼むよキャプテン。あー、ゲッツコースか。あっちゃナイスピッチ。ストライク。さあ今日ね、この2番のキベ君にはよく打たれてますよね。キベ君を抑えてくれると。おっと、ナイス。あとは神谷君をね、抑えてくれれば次4番からで、ね。あー、長打になる。さあそして日野君か。日野君もヒット打たれちゃったからな。ここは多めに行きましょう。ツーアウトやからね、前進守備はいらんのですけどね。トライ。
そう。おう。はい。三投。アウ。よしよし。OK。最近ちょっと元気ないですね、河野さんね。おう。あんだけホームランバンバン打ってたのにね。トライ。俺はどうした？あらららら。アウト。おう。よしよしよ、栗山くんいいよ。そうですからね、走らせたいね。はい。いけ。せい。任した。お。よいしょ。せい。ほい。ドミズマニオピッチャーフライになっちゃった。行かせず。まあでもね、1点差で逃げ切れるピッチャーのはずですからね。前回ね、3塁まで進まれてね、無失点に抑えたのは大きかったですよね。よっしゃー。連続三振。はい、ナイスピッチング。さあ、あとは8回をね、無事に片付けてくれれば9番上位打線ですけどね、4番にさえ、2番と4番さえ気をつければなんとかなりますね。勝てる試合よ、1点差ですけど。追加点あればなおのこと。小森くんが今日元気ないね。で、最近ちょっと不調続きの江本くん。大きい。ああ、久々に出たホームラン。これよね、江本くんを我慢して4番で使ってるわけは。これも大きいけど、ああこれはセンター止まったね、動きが。アウト。ああこれはね、ライトへのファールフライになりそうですね。アウト。しかし4番のホームランでリードは2点。完全セーフティーモードですね。ああ、これはライト前ヒット。まあ下位打線ですからね、次ゲッツー取ってくれれば。
ことは、ああ嘘、2点目。ああ危ねえ。つないじゃった、つながれちゃった。牽制を奥で前進守備いきましょう。はい、サードでね、刺してくれると一番楽よ。ああスクイズか。ああスクイズ仕方ないな。わうっそ、はいや。はいはい、牽制を置くね。もうちょっと同点に追っつかれるとやばい、さすがに。相手はよくバッターよく打たれてるね、2番ですからね。三振決めちゃえ。おーぶねー、なんとか1点で済んだ。はーい、育野高校も粘りを見せてきてますね。さあ9回裏、あ9回表追加点いきたいね。あまりヒヤヒヤさせんといてほしいよね。よっしゃー、飯島くん。よかく任せよ、バントでもどっちでもいい。打つ気やね。あ、起きた。アウ。あ、河野くん決めちゃえ。セーブ。トライ。うん、スイングしたね。オッケーオッケー。トライ。いいよ。トライ。ああ見逃しか。あ、河野くん絶不調やな今。おう。トライ。トライ。栗山くん3割乗せてきましたね。おっしゃー、これは長打。4点目入りました。走らせたらいいんですけどね、ちょっと流れを崩すのはやめましょう。おーいピッチャーフライ。さあまた再び、2点差にリードを広げました。さあこのまま三岡くん抑えてくれるかですよね。打順はクリーンアップね。まずワンアウト。おお、ツーアウト、日野くんは三振。さあ5番ね。
まあこれホームラン打たれてもまだ1点差だからなんとかなりそうかな。頼むよ、もうきっちり抑えて。ここまで来たらおっしゃー、勝ったー。あー、なんとか勝つことができましたね。準々決勝もなんとか勝つことできました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。で、最終戦どっちが勝つの？史上縄手ということで、次回準決勝ですね。向こうは、あー、一応か負けてるんだ。おそらく決勝に行くとしたら近大付属が当たるのかな。そんな感じしますね。その前に、次回はね、強豪史上縄手高校ということです。お楽しみにしておいてください。では、今回もご視聴ありがとうございました。皆さん、さよなら。